ではクラッシュバンディクーフォー始めていきます。今回からこの新ステージスナックスの次元ですね。3023年、今から約1000年後の超未来都市みたいな感じですけれども、ですね、その前に1回裏でこのなんだっけ、エヌトロピーとマダムトロフィー、マダムトロフィーじゃねえや、レディートロピーか、それをね、あべこべモードで倒しておいたので、このあ、キメキメライダー、ここの新しい見た目キメキメライダーをね解放いたしました。そうか、クラッシュくんのキメキメライダーがこれで、これも3だよね。クラッシュ3のバイク乗ってる時の見た目で、それのまあここバージョンということか。決まってるね、確かに。キメキメな、じゃあここでやっていきたいなと思います。いくよ、それいき未来都市。あ、あるわ、記憶のかけらのテープあるわ。じゃあまあノーミスを意識してやっていきましょう。なんか可愛いマスコットキャラいるんだけど、なんか。すげえ。なんだ、アイスクリームみたいな見た目してる。鳥山明デザインみたいな感じの見た目だ。おお、すげえ。すごい。あたりを見て回ってから合流するぞよ。さて、屋台はどこじゃろう。おい、もうところめっちゃ楽しむ気満々じゃねえか。ああ、なるほど。まあ一応こうやってステージになっているものの、もうクリア後の世界みたいな感じっぽいよね。これかっこいい、これ。楽しげな雰囲気だよ、これ。あっと、しょ。でも決まってる兄弟、キメキメライダーのクラッシュとココが。で、これ多分落ちるのか。はい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 。すげえ。わ、すごい、もう浮いてる。うわー、銀行とか書いてるし。そうだよな、1000年後にもきっと銀行というシステムはあるんだ、きっと。ああ、はいはいはい。箱を。わ、何これ、すごい。なんかドラえもんみたいじゃん。ドラえもんが製造されてそうな、この世界観。へえ。で、この上を通ってって。はいはい、危ない危ない危ない。すげえなぁ。へぇ、ほい。で、なんかゴミ箱がくるくる回ってんだけど。1000年後のゴミ箱は生きているのか。怖っ怖っ怖っ。なんか どうするのか。おぉおぉおぉ。スピンでやれるのか。あ、なるほど。この間にってこと？ガシャン。へぇ、あ、待てよ。なんか手前にないか。さすがにねえな。これもしかして、あれか？戻る。あ、よかったよかったよかった。この間に。へい。で、OK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 。いいよ。なんか曲もなんかいい感じじゃん。やべえ、ここすごいいいわ。あ、でおばあちゃん。はいはいはい。こくらば。いや、エヌトロピー戦がさ、今までのマスク勢ぞろいっていう感じがね、すごい良かったからさ。ああいうの好きなんだよな。あ、ちょっと待ってくださーい。危ない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 。で、これなんでくるくる回る必要性はあるのかいこれ。自ら目を回しているが。はい。いや、これ難しいよ、これ。ちょっと早めに止めておかないと。やばいんですけど、あ、やばい、これはやばい。オッケー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 。いいよ。やっぱまあ後半ということもあって普通にむずいわ。で、あ、またそうやって、何この、なんか前回から続いてるマスク勢ぞろい、これいいんだよな。あ、待って、はい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 、こうね。オッケー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 。で、おー、空爆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 、危ない危ない。で、やばい。あ、オッケー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 。すごいなんか追尾してくるんだけど、怖っ。危ない。オッケー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 。いいよいいよいいよ。なになに、こいつは怖いんだけど、なんか、やばいやばい。あー、くそ。そっか、これ1回ね、空中で変えられるの2回までだから。あ、そうか、これでもうあれがなくなっちゃったわ。記憶のかけらのテープがなくなってしまった。まあまあ、またもう1回やり直そうかな。クラッシュバンジキュースな。とりあえず初見で見たいからな。とりあえずどんな感じの、あぶね、ステージなのかを見ておきたーいから。そうそうそう、ここをね、ノリで行っちゃったから。はい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 、いいよ。で、多分次はダークマタースピンか、赤のか。まだこれ手前ないんだ。でだ、ん、どうすんのこれ、こういうこと。うん、何、飛べば間に合うのかこれってこと。行くよ。いや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 、こっちに乗るとか。いやいやいや、乗れないよね、行くしかないもんな。こうこうこう。ちょっと待って、どういうこと。あ、あの箱を返せということなのか。
いや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 、どういうことどういうこと。そうそうそう、ここでしょ。で、オッケー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 、これでこれでまたかなりギリギリの、あーダメだ、むず、もうね、こんなギリギリのことさせるのやばくない？やべ、これは無理か。あ、いける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 。すげえ難しいよこれ。これ記憶のかけらのテーブルの時できる、これ正規ルートで合ってんのか今の。相当ギリギリ飛ばさせるんだけどね、これダークマタースピンありきのようなところだったのに。すごくない？やばくない今のちょ、びっくりしたわ俺。やべやべ息が余っちゃった。今のところで俺14回死んだんだけど、もう今の込みで。今のやばくないか、すごいよね今のは。どうすっぺか、すげえよな。ちょっとやり方考えないとな。おい、あー、そうか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 、こっち来んのか。まずこいつらがいるから、これで逃げるわけよ。はい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 。はい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 、いいよ。あ、で、ところはありがたいね、これはね。で、さすがにないかな。さすがに情けだな。よし。で、壊して解除、壊して、ね、またこいつら来るんだろ。ああ、怖い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 。まあ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 、まあ、そのためのところ。これはそのためのところだ、大丈夫だ。で、またこいつらいるんだよな。危ねえ危ねえ、よし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 。まだ記憶のかけのテープない。どこにどこまであんの。あ、そうそう、これならまだわかんのよ。あ、面白いこれ。この車のハリウッドによくありがちだよね、車と車をこうやって点々するこの感じ。まるでハリウッド映画のような感じ。ほんで、こういうこと。ほんで、あ、やばいかも。で、あー、惜しい惜しい。まあまあ、でもそういう、ちょっと待って、これもさ、これもさ、ちょっと待って、めっちゃ難しくないこれ。で、で、あ、待て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 。まだまあ、これによって滞空時間があるから、まあまだいけるんだけど、こう入れて、で、こうでしょ？うん。で、こうして、あ、待て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 。慣れるまでがむずすぎじゃないこれ。で、でしょ？で、こうでしょ？はい。で、こうだよな。いいよ、いいよ。で、そうそうそう、これでまあ2回までできるから、これはまあまだいけると思うんだよな。さっきのところよりかはマシな感じがしますけれども、OK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 
ちょっとね、ごめん、何回も言って申し訳ないんだけど、まだね、記憶のかけらのテープ来ないんだよ。ここまで俺は脳みそで来なきゃいけないっていう。あ、でもおばあちゃんか。カプナワばあちゃん、これがあることによってどういうこと？あ、なるほど、ニトロ。あー、待ってね、待ってね。はい、こういうこと。ん？ん？どういうこっちゃこれ。あ、わかった、この TNT に触れない。だから一回これで戻るんだ。で、あー、わかった、ちょっと待って、わかったわかったわかった、皆まで言うな、皆まで言う。一回 TNT じゃない、真ん中行ってからおばあちゃんでニトロに触り、で、もう一回往復して戻ってくる。これ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 。オーケーオーケーオーケー。ここまで大丈夫。で、触って、触って、こういうこと？こういうこと？ここまでいいよね、ここまでいいよね。で、ニトロ起爆しちゃいけなかったのか。これ届かないよね。いや、でも頑張れば今の届いたのかもしんないけど。今のも触っちゃいけないということか。うわ、むず。だからまずはこれ真ん中行っておばあちゃんでニトロ触る。で、一回ニトロに戻ってきて、で、これもおばあちゃんで触って、ここまでいいんだ。で、あ、待って、わかった。これを、こういうことか、こういうことか、こういうことか。あのニトロの起爆のやつを返さずに、通らずに、そしたらこの上行けもんな。
こういうことこういうことこういうことかこういうことか。で起爆してで出た出た、あ待ってあの TNT に残っちゃってるよね。あいいんだいいんだいいんだ。だからあれを起爆すればいいんだよ。もうじゃあ今度あの TNT の下のこいつを起爆していいから、だからあちょっとちょ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 こういうことよ。これによってニトロ箱が全部壊れて、ああれあれえここここのあれここの実体がどうしたの、あれ なんでええどういうことどういうこと、あそこなんで実体がしねえんだ、あれどういうことだなんだ意味がわからん、意味がわからんぞ。あこの上にある、うわー気づかなかった、そういうことか。ってことはでまあまあここまではいいのよ、ここまでよくて1,2,3,4,5で実体化する。でここ実体化しだけだとここの下はねこいつは実体化しないと。だからおばあちゃんでニトロを渡っていってここの上、はあなるほど、これは長丁場だな。もうこれこれでいいのか、これでここ起爆させる。あなる、ああ待って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 最後まで気を抜かせねえな。そういうことかそういうことか、一回戻ろうと思ったんだよ俺。これさもう見てよこれ、この一連の流れすごいサクサクやってるように見えるじゃん。めちゃめちゃ難しいからねこれ、何回も失敗してるからサクサクできているのであって、こんなこんなお前よく こんな難しくてボーナスか名乗れるよね本当に拷問だよね、ボーナスの拷問だよね。でこっからよこっからよこっからこうしてこうして、で壊す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 、危ない危ない危ない、 OK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 
まだおかげでね、これでリンゴのダイヤが3つ揃いましたよ。で最後ラーニロリカ、いいね。いやーほんと、マスク勢ぞろいっていうのは熱くていいよな。あー、待て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 、難しいな。壊しながらも、はいはいはい。で、こう入れて実体化。やっぱラリノリが一番ね、なんだかんだ難しいんだよな。で、危ね！オッケー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 。ここまでいいよな。あ、でも箱の数ももう、もうあるぞ。で、下に、あれ？大丈夫かな？大丈夫かな？で、これ下でいいんだよ、下でいいんだよな。で、チェックだろ。これ、間に合うか、これ。まあ、ニトロ起爆スイッチがあるから、多分いけると思うんだけど。で、やべ、結局俺、記憶のかけらのテープどこなんだろう。見逃してるんだけど。すげえ見逃してる。で、これまたさ、これさ、ちょっと待ってくれよ、これ。これ合ってるんだよね、これ。かなりギリギリジャンプしてねってことで合ってるんだよね。相当きつくない？これ。あー、ダメだ。いやー、ちょっと待って。もう結構足踏み外しても大丈夫だ。こんぐらい、こんぐらい。そう、こんぐらいならいける。こんぐらい踏み外して、こんぐらい踏み外せば、オッケー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 。で、おい！よし！あー、違う！ちょっと待って。難しい。これ箱も壊さなきゃいけないもん、これ。練習。そう。で、そう、こんぐらいギリじゃん。オッケー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 。で、いいよ。で、ここで壊したい。オッケーオッケー。で、出たよ。来い！よし！で、あとはゴールするだけだ！いけ！あぶねえ！で、頼むよ。ニトロあと1個あるよ。頼むよ。はい！よっしゃ！やったー！オッケー。あー、難しかった。まあ、とりあえず運ばれができたわ。3回、あ、でもそっか、秘密もねえわ。
秘密もねえし、俺多分まあノリで言っちゃってるから、記憶のかけらのテープがどこにあるのかも見れてね。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。とりあえず記憶のかけらのテープ取るわ。またクラッシュバンジキュース流すわ。あの曲いいよね。このクラッシュ4が出るってなってた CM でまたクラッシュバンジキュースが使われてんの、俺すげえ感動したんだよな。嬉しかったわ。で、まあ次はタウナな、タウ、あ、ディンゴとタウナのダブル空飛ぶラッシュアワー。へぇー。なんかポルノの、ポルノグラフィティの曲名みたいだわ。とりあえず、俺記憶のかけらのテープ取る。取れるかわかんないよ。3時間ぐらいかかるかもしんない。かかるかもしんないけど、頑張るわ、取るわ。あったあった、ダイヤあそこにあるわ。全然見逃してたわ。あれね、あの左奥ね。ってことは、ってことは一回ここまで左に来てから、おお。ちょっと待って、ちょっと待って、この未来の感じでさ、 M って書いてあったらさ、もうモンスターズインクだよな。まさにモンスターズインク。これ下、そうか、乗り続けると落ちてくるってこと。そんなことあるの。乗るじゃん。いや、なるほど、そういうことそういうこと。だからもうこれで渡り続けるということか。こういうことか、こういうことか。はい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 、オッケー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 。で、あとはノーミスで先に進み続けるということ。待って、記憶のかけらのテープあった、どこにあった。ここか、ここにあったのか。よく見てなかったわ。なるほど、ここまでノーミスで来いということ。 OK。 よし、オッケー。あー、もうここさえ抜ければなんとか。いや、でもまだ最後の関門がある、まだ最後の関門がある。いやー、怖い。で、よし、オッケー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 。来た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 よ来た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 よ。あとはあれを取ればいいだけ。いやー、怖い、逆に怖い。超怖いんだけど。はい、で変えて帰る。オッケーで帰る。よし、来た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 。あー、オッケー。あとは変えて帰るだけで、あー、いける。あーいけたぜ。まあまあ、でもやり直し回数としてはまあそうでもなかったんだけど、いやー、嬉しい。もう記憶のかけらのテープ取る前からきついわ。取ってからも、取ってからがきついのにさ、記憶のかけらのテープ。これ上に行けるのか。あー、なるほど。あー、もう死んでいいんだ。あー、もう死んでいいんだ。でももう、あの3回以内はね、3回以内は目指したいよね、一応。そのままちょっとクリアすれば。いや、ここちょっとミスりそうだけどね。やばい、ちょっと待って、落ち着け。危ない。で、やばい、あ、危ない危ない危ない。よしよしよし、うー、これでもあとこっち行けばゴールだから。いやー、意外とやっぱ
いや、ここがね、ここがマジできつくてここマジきつくない、ここ。1回までなら死ねる。1回までならな。いける、いける、オッケー。あと1回、いけ、よし、来た、やった、オッケー、一発でいけー。いやー、秘密ダイヤも取って、箱も全部取って、3回以内、やったー。いやー、嬉しいめっちゃ嬉しい、これ。よーし。いや、本当に、ね、俺が最近やったゲームの中でトップクラスに難しいゲームだ、これ。本当に。めちゃめちゃ難しいもん、これ。さあ、ということで、じゃあせっかくなので、今回のパートは、記憶のかけらのテープをやって終わりということにしましょうかね。せっかくですから。せっかく頑張ってとったからね。いや、もう記憶のかけらのテープもこれ、簡単に取らせてくれるのかっていう感じですけど、あ、ここから、ここからここということ?ほら。実験、ココ誕生、へぇー、あ、やっぱりココも実験のされている過去があったみたいな、そういう感じなんですかね。へぇー、いや、俺全部クラシックだと思ってたんだよ。と思ったら、ここからココ、へぇー、じゃあやってみるよ。まあ、後付けって言ってしまえばちょっとあれなんですけど、ココもコルテックスに実験されていた過去があった。へぇー。実験開始のメモ、うん、新しい実験体、うんうんうん、コードネームココ、はいはい、へー、てんてんてれて、あ、この曲はあのなんかクラッシュ2のワープルームの曲ですね。てんてれれれんれんだよね。へー、とりあえず全部壊すわ。てんててれん、おー、懐かしい、懐かしいですよ。とりあえずこれ TNT 起爆しちゃえば、これとりあえずこれは壊すけど、うん、でこれ起爆しちゃえば多分全部壊れるよな。あったん、まあやっぱココがこんなに天才なのはやっぱコルテックスの実験のおかげっていうのもあるってことだよな、多分。で、もうさ、意地悪だよね、もうね。あーじゃねえ、お前がやったんだろって感じだよ。へえ。これ起爆す、起動させちゃいけないから、こういうことか、こういうことか。で、結構今偶然だったんだよ。結構偶然だったんだけど、あ、クラッシュが逃げた後ってことか、これ。はあ、まあまあそうか、そういうことだ。ワンにココが出なかったのは、まあ、こういうことなんだよっていう設定ってことだね。クラッシュワンは出なかったんですよ、ここで。タウナがいたんですけど、なんか調べたところによると、ワンのタウナがあまりに性的な格好だったから、あの、まあ、ちょっと、まあ、あの、出すのやめて代わりに、まあ、ココを出したと。ヒロイン的なポジションでココを出したっていう感じみたいですね。で、まあ、ワンにいなかった理由は、まあ、代わりにクラッシュの代わりに実験受けてたんだよっていう、そういう感じなんですね。はあ、なるほどね。で、はいはいはい。この上。で、まあ、とりあえずこれで箱を、これちょっと若干箱壊れてる感、あの、壊れてるやん、隠れてる感があるね。で、はいはいはい。考えなきゃいけないね。考えなきゃいけないね。こうだね。こういうことだね。うん。ここまでいい、ここまでいい。まあ、やっぱりここの一番最初の実験だからなのかわかんないけど、まあまあ簡単だな。まあまあ、そんな難しくねえぞ。とか言いながら、まあ。クラッシュ。あ、なんかコルテックスがクラッシュに逃げられて悲しんでる。いや、もう愛情、愛着が湧いていたんだよ。もう薄い本ができるわ。コルテックスクラッシュのコルクラってもうレベル高すぎじゃない?いや、クラコルだみたいな争いが起きる的な。やかましいわ。やかましい。いや、まあ、そうね。なんだかんだクラコルなのかな。ほんとやかましいって感じ。で、これ何系難しいよ。3、4、5で、OKOKOK。
これ間に挟まっちゃいけないからね、これ。OK。で、いいよいいよ。あ、いけるいける、これ2トルあと3箱ぐらいあったでしょ。 OK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 。 実験完了。まあまあまあ、一番最初だからっていうのもありましたね。ここでのよかった。もうさ、クラッシュ君の最後の方とかマジで殺しにかかってきてたじゃん。だからもうこれ以上難しくなったら俺もう記憶のかけらのテープ1個でワンパートとかがありえたからさ、さすがにそれは動画としてどうなのとか思ってたから、まあちょっと安心だわ、ちょっとだけね。せっかくだからもうこれあべこべもやっちゃうかね。カットも入れながらなんですけど、あべこべも全部撮っちゃって、でこのパート終わりという感じにいたしますか。あべこべがどんな感じなのかっていうのをね、こう皆様にもちょっとご紹介できればなぁなんて思ってるんで、まあ基本的にカット入れようかなと思ってるんですけど、全カットはちょっとね味気ないっつうことでだな。あ、何これ。え、なんか水の中みたいなんだけど、水没したんだけど、水没都市なんだけど、しかももう動きもスローだし、へぇー。なるほど、常にスローモード、常にカプナワばあちゃん状態みたいな感じなのか。へぇー、あ、これならまださ楽かも。一発のこのめちゃめちゃ難しいさ、あの飛び乗りがまだ楽かもしんない。すげえ、常に水中モードみたいな感じなんだ。へえ、面白えな。面白いんだけど、まあちょっと秘密ダイヤもちょっとね見なきゃいけないんですが、へえ、あ、これちょっと簡単になってないねえ。比較的簡単になってるよ。まあでもちょっとほら、グニョグニョしてるから、画面がグニョグニョしてるからちょっと見づらいよね。遠近感的な、こう遠近感狂うというか。すげえ、あ、やばいかもやばいかも。おー、面白いな。もうさ、ただでさえ遅いのにおばあちゃんでさらに遅くなったらもうさこんなに遅いんだから、こんなに遅いんだぐらいになるよね。こんなに、もういいようのさらに下みたいなさ。え、めっちゃ遅いよこれ。すげえな。もう音もなんかやっぱね、水中っていう感じがあってこもってるし、リトルマーメイドの世界ってことでしょ、それね。面白いな。ちょっと待って、これね、めちゃめちゃ難しい、これ。遅くなってるからこそ難しくなってるのかもしれないけど。若干ね、もう空中踏み込んで、これは箱があるからまだいいんだけど、成功率がね、低すぎ。あー、乗れねえわ。そっか、ちょっとあれかな、なんかスピードシューズを取ったらもっとこれの成功率が上がるっていう感じなのかもしれないな。ちょっと一回スピードシューズ取ってからやってみるか。そうだな。すいません、ちょっと。あ、ここまで戻る必要なかったのよ。ここまで戻る必要なかったんだけど。とりあえず、あべこべご紹介しましたということで、じゃあスピードシューズ取ったらね、どんどんあべこべもクリアしていこうかなと思う。あべこべ面白いわ。水中ってすげえよな。大胆なアレンジしたわ。ということで、すいません、ちょっと中途半端になっちゃいましたけれども、ここら辺で終わりにしたいと思います。次回、空飛ぶラッシュアワー、リンゴとタウナ行きますよ。